山本洋次は日本のファッションデザイナー。洋次山本の名でプレタポルテブランドを展開している。長女、山本里美も自身のブランド、リミフのデザイナー。洋次山本のウールスーツ洋次山本のガウン、東京生まれ。父を戦争で亡くし、歌舞伎町でオーダーメイドの洋装店を営む母親に育てられた。新宿区立大久保小学校から行政小学校に編入。行政中学校、高等学校を経て、慶應義塾大学法学部を卒業。その後、文化服装学院へ入学し1969年、卒業。同年に、総延賞と遠藤賞とをダブル受賞。以降、プレタポルテを志向するようになる。1972年に、既製服の展開を行う株式会社ワイズを設立。1977年にワイズにて東京コレクションにデビュー。1990年には三菱銀行。1991年には東海旅客鉄道の新制服をそれぞれデザイン。1993年のバイロイト音楽祭でワーグナーのオペラトリスタンとイゾルデの衣装を担当した。ブラザー、ドールズ等。北野武の映画作品の衣装を数多く手掛け、北野は現在も山本の服を愛用している。2009年、パリカン本店オープン。2009年10月8日、旧洋次山本は民事再生法の適用を申請。投資会社インテグラルの支援により、直営店及び百貨店、インショップ、国内外の卸事業は継続。パリコレクションも続ける。また山本洋次は、引き続き、チーフデザイナーとして、デザイン活動を行う。2009年12月、インテグラルが設立した新会社が、洋次山本として、旧洋次山本社から、事業譲渡を受け再起を果たした。2014年、ラソリーより、山本&洋次刊行。2014年、スペインのプロサッカーリーグ、リーガ・エスパニョーラのトップチーム、レアル・マドリードの、サードユニフォームをデザイン。2015年、全仏オープンテニスのためのコレクション、アディダス、ローラン・ギャロスコレクション by Y3 を発表。同年5月に、ローラン・ギャロスで開催された全仏オープンテニスで、ジョー・ウィルフリード、ツォンガ選手とアナ・イバノビッチ選手の2人のテニスプレーヤーのほか、大会のボールボーイとボールガールも着用。2016年1月、山本が手掛けるアディダスのスポーツブランド Y3 が宇宙旅行ビジネスを行う民間企業バージンギャラクティック社と協業し世界で初めて宇宙旅行用アパレルの開発を進めていることを発表。1月14日、米ニューメキシコ州にある VG 社の施設スペースポートアメリカで宇宙飛行士用フライトスーツとブーツの試作品が公開された。1994年、フランスより芸術文化勲章、シュバリエを叙勲。2004年に日本国紫綬褒章を受章。翌2005年には日本国経済産業省より日本ブランド創造貢献企業表彰を受章。さらにフランス芸術文化勲章のオフィシエを受章。2006年には英国ロイヤルソサイティオブアーツ名誉、ロイヤルデザイナー・フォー・インダストリーを受章している。2011年には、春季外国人叙勲にて、フランスより芸術文化勲章、コマンドゥールを叙勲されることが報道された。同年に、パリの文化、コミュニケーション賞にて、フレデリック・ミッテラン大臣より受賞。このほか、サルバドーレ・フェラガモとのコラボレーションによるシューズや、石森章太郎とのコラボレーションがある。ありがとうございます。